にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を伝するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の質問は千葉県の50代の男性からです。はい、相撲協会は昔の本場所の動画を YouTube で有料配信していますが、昭和15年、昭和17年の映像を見ると行司さんの動きが素晴らしく良いので感動しました。今の行司さんの動きとは違う気もします。もしかして当時の行司さんには許されている動きで現在の行司さんには禁止されている動きとかあるのでしょうか、という質問なんです。まあね、私はあまり行司のことはね動きなんかは詳しくはないんですけども、動き的にはね、はい、もう代々こう引き継がれてきてるんでね、これをしちゃダメだとか、こういう動きになったとか、そういうのはね、ないと思うんです。常にこう、鍛えてるって言いますか、すばしっこい身のこなしとかをね、もう感覚でね、覚えて動いてると思うんですよね。まあ、昔とあえて違うっていうことを言えば、力士自体が大きくなってるっていうのは、まあ、相撲自体が変わってきたっていうのもあります。大型化で、ドーンって当たる相撲とか。昔はその、初代の若菜アナさんとか栃木錦さんとかの相撲を見ると、いつ技が飛び出すんだっていうような、すばしっこい相撲、それがその方たちが横綱なんでね、今はどっちかっていうとドシンとしたような、そしたら行司さん自体も昔はこうかなり動き回ったけども、最近の行司さんはそれほど動き回らずに、どうでしょうね、まあ、相撲の内容にもよるんでしょうけども、まあ、相撲がちょっと重量化してきてるっていうのもあるかもしれないですね。そうですね。それで行司さんは正面に背を向けちゃダメっていう原則があるとい、まあ、原則と言いますか、正面審判長がいる方向に逃げるときは、そっちに逃げずになるべく遠回りになってもこっちに逃げろというふうに、私聞いたことがありますね、昔。まあ、ただそれはこう相撲を神事として見た時に、こう正面には神様がいるから腰に向けちゃダメっていうことなんですけども、まあスポーツとして見るんでしたらね、別にそこまでこだわらなくても見やすい位置で見るのがいい。まあそうですね、行司さんっていう審判の立場からしてみたら、もうどっちかから見た方が裁きやすいと思います。そうですね。それでこの質問いただいて、何かこう昔と違うことあるんだろうかと思って私もちょっと調べてみたんですけど、こういう方いらっしゃいましてね、専修大学の名誉教授で、これは英語の先生なんですけど、その英語以外にもね、行事のことをすごく調べてらっしゃる、なるほど、すごいですね、先生がいらっしゃる、もうずっと長いことやってるんですねみたいですねそれでね、その方がこの行事さんの昔と今の違いっていうのを、ちょっと興味ありますね、ましてね、はい、ちょっとそれなかなかチャンスがないと思いますので、ここにお話ししたいんですけども、まあ、この先生の論文によりますとね、相撲雑誌にも載っていないような取材して得た話をまとめてますということを書いてますよとね、個人的に取材とかもあってるんです、ね、それでね、なかなかテレビ中継見てても行司さんってそんなに映らないんで、皆さんも気づいてないかもわかんないんですけども、力士が上がってこうチリチョーズを切るときに、行司さんは軍配をこういうふうにしてます、それが、三役以上の行司さんになるとこの手を添えて、ね、持たれるというふう自体も私も気づいてなかった。両力士が東西にいて、チリチョーズって言うんですけど、はい、あれをしてるときは、行司さん立ってますよね、真ん中に。はい、その時に三役格の行司さんになると、こういうふうに当てがうんですか、こっちを当てがうんですね。そんで、それが始まったのが、1977年頃であるっていうのを書いてらっしゃいましてね、熊谷さんという木村庄之助さん、人気のある方ですけれども、はい、27代木村庄之助さんの頃に、当時の審判長であった高砂親方、先代の朝潮さんですかね、が、かつて両手で持っている行司がいてかっこよかったので、これを取り入れてはどうかというような提案を行司会にしたそうなんです。そして行司会ではいろいろ意見が出まして、あれは年配の行司がこうでは手がだるいからこうしてるだけだから、そんなもんおかしいっていうような意見もあったらしいんですけども、結果的にはね、
まあ、三役格以上はじゃあこう両手で添えることにしましょうということにこの頃に決まったんですという、まあ、こんな話、まあ、行司さんの作法が変わるっていうのはなかなか珍しい話です。まあ、いろいろね、あの相撲界の中で関取のね、はい、あの土俵入りをみんな上がるときにどん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 こう上がってくるんじゃなくて、はい、ちゃんとこう待って、名前呼ばれて気がカンってなってから上がろうっていう風になったのはなんか昔聞いたことがあります。そうですね、はい、私ね、その土俵入りというと一つ疑問に思ってることがあるんですけども、行司さんが名前を呼びます。それで最後は、例えば貴景勝でしたら、最後は大関貴景勝って言った途端にみんながもうくるっと回っちゃってね、あの兵庫県出身時は山部屋っていう時にはもうみんなが作法してるのでね、あれ兵庫県出身時は山部屋って言ってからくるっと回ればいいのになっていうのは常に思う。一時ね、それが治ったことがあったんですけども、また元に戻ってますんで、今の話でつなげると、あの土俵で見てたら、貴景勝っていうのはゆっくり上がってくるんですよ。ああ、そうですか。あの人の時だけタイミングがあのこう綺麗になるんですよ。あのもうみんなが待ってるから、大関上がるまで待つっていう流れを取ってるんで、だから貴景勝はひょっとしたらわざとゆっくり上がって兵庫県出身時は山部屋っていうのをある程度言うまでみんなが待ってくれるようにっていう配慮をしてるのかもしれないです。もう、はい、貴景勝ってこう最後名前呼ばれながらゆっくり上がるなということは思ったことがあります。はい、まあね、相撲協会って割とちゃんと改革とかもされるんでね、まあ、そういう声もひょっとして届いたらいいなっていうふうには思いますけどね。はい、ということで、まあ、今日はちょっと行司さんの作法ということでなかなか、ね、答えは出なかったんですけども、まあ、作法っていうものについても考えてみました。まっちゃんねるでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回チャンネル登録お願いします。